東京ドームからお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦、読売ジャイアンツ対阪神タイガースの1回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。相手がエースということで、これなかなか点を取るのが難しそうですね。そうでしょうね。まあですからね、ランナー一人どう生かすかというところでしょうね。はい、そのあたりに注目していきましょう。まずはジャイアンツの先発櫻井が東京ドームのマウンドに上がります。どう抑え込んでいくのか注目です。里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、先に流れをつかむか、このあたり見ていきたいと思います。初球大きく外れています。落ちるボールは、これは外れています。ボール先行です。ファウルになります。またファウル。2ボール2ストライクです。インサイド落ちました。これはどうか、センターに抜ける。これで10試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。バッターは2番に入っている松永。前回のゲームは4安打を記録しています。いやー、当たってましたよね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。ヒットでランナーを1塁に置いています。マウンド、ランナースタート。キャッチャー送球して、タッチアウト。盗塁失敗。ここは盗塁を許しません。これでピッチャーは楽になりましたよね。はい、先制のランナーいなくなった。痛烈な打球、高く上がった、入った、ホームラン。先制ホームランです。タイガース、ジャイアンツ初回いきなり先制弾を浴びました。真ん中に入ってしまったストレート、弾き返された打球はスタンド深くまで運ばれてしまいました。ジャイアンツ先制を許します。1対0。ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところ。ご覧いただきましょう、スタンドまで運ばれてしまいましたホームランです。完璧に捉えてましたからね。このホームランでピッチャーも目が覚めたんじゃないでしょうか。このバース、ここ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。文句なしの活躍ですね。なるほど、ここはその好調さを見せたいところ。改めてお聞きします、バッターボックスのバース、どういうバッターなんでしょうか。まあ、非常に柔らかいバッティングで、どの方向へも強い打球が打てるんですよ。ああ、そうですか。打った、これもいったか、伸びていく、どうだ、入ればきつ、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。ライトスタンドに運ばれてしまいましたホームランです。まあタイミングが合ってましたからね。立ち上がりを攻められています。打順は4番掛布。前回のゲームでホームラン2本を含む5安打の大活躍でした。打撃好調でしたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。ジャイアンツ初回から相手打線に捕まっています。里崎さん、不安の残る立ち上がりとなっていますよね。まあそうですね、ここから修正が必要な内容となった。ダーッと当ててしまいました、デッドボール。完全にすっぽ抜けです。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。5番バッター石峰、前回のゲームではホームラン2本を含む4安打を記録しています。いやー、当たってましたよね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。デッドボールのランナーが出ています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。次が2球目、
ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。なるほど。さあ、そういった配球です。3球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。三塁線落ちてフェア。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで10試合連続安打。ワンアウト三塁二塁です。ここは三振を取りたいですよね。なるほど。さあ、どういうリードをしてくるのか。緩い変化球、まずは見送ります。打ちました。伸びていく。どうだ。入れば貴重な。ライトポール際、判定はファウル。ツーストライクです。打ちました。田中、一塁送球、アウト。ツーアウト。バッターは7番真由美。ジャイアンツ、この回2点を失っています。さあ、先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負った場面。ちょっとさっきのホームランを引きずってるかもしれませんね。あ、そうですか。まあ、ここは切り替えていくしかないでしょうね。そうですよね。さあ、ピッチャー立て直していけるか。さあ、3球目は何か。ストライクを取って、これで追い込んだ。次は決め球を厳しいコースに投げて勝負ですよね。ドカーンと大きな当たりです。高く入った。ホームラン。スリーランホームランが飛び出しました。これがチーム3本目のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。まあ、正直これはきつい一発ですよね。またしても点を入れられてしまいました。ここは当然という交代でしょうか。ジャイアンツピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手の澤村。さあ、マウンドを任されたのは澤村。今シーズン3試合目の登板です。前の登板では負けがついています。さあ、里崎さん、ここで変えてきましたね。まあ、そうですよね。任された以上、期待に応えるピッチングを見せてほしいですよね。そうですね。さあ、しっかり抑えていきたい。打った。これもいったか。大きな打球になった。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。6対0になりました。ここで一発を浴びてしまいました。バッターはピッチャーの西。ジャイアンツ、この回先制点を与えています。初球ボール。2球目は何で来るか。外、低めのボール。痛烈。これはショートライナー。しかし、この回タイガース圧巻のホームラン攻勢でした。6対0タイガース先制です。2回になります。タイガース打順よく1番から始まります。バッターはキース。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ジャイアンツ厳しい展開で2回を迎えています。打ったスタンド一直線。ライト一本入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで6試合連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。7対0。ここで一発を浴びてしまいました。打順は2番松永。先ほどの打席で先制となるソロホームランを放っています。まあ、バッテリーとしては最悪な結果でしたよね。はい。この打球はこれは一塁側のスタンドに入ります。打ちました。これは浅いフライ。ヒットになった。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスバース。先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい。ヒットでランナーを一塁に置いています。いいボールですね。インローへキレのある変化球が決まっています。あっという間に2ストライク。バットに当たりません。三振。
まず一つアウトを取りました。4番バッター掛布、先ほどの打席はデッドボールでした。ワンアウトランナー一塁です。内への変化球は決まりません。ボール先行です。3球目打ちました。ライトの前に落ちました。これで9試合連続安打。ワンアウトランナー二塁一塁、打順は5番石峰。まあジャイアンツバッテリーとしてはもう1点もやれない状況ですからね、しっかり抑えて反撃を待ちたいですね。はい、さあどういうピッチングをしてくるのか。危ない球です。ボール先行です。打ちました。坂本二塁そのまま入ってフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。7対里崎さん、序盤で先発投手降板となってしまいましたがいかがでしょうか。まあそうですね、やっぱり今日の状態を見ていると仕方ないなという感じですかね。そうですね、次の投球に期待しましょう。ジャストミート、ライト下がっていく、下がっていく、フェンス直撃。これで10試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。さあバッターは真由美、この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。インサイド変化球外れます。打ちました、高く上がった、レフトバックする、バックする、レフト深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット。ノーアウトランナー三塁二塁。これが初球、まずは簡単にストライクが来ました。打ちました、これはどうだ、破りました、センター前、三塁へ送球する、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前のタイムリーヒット、8対0、ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。さあ打席には先発の西が入ります。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。打ちました、この打球はフライになっています。サードが構えます。岡本抑えてワンアウト、打順は1番に帰ります。バッターキース、先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。打った、ライトに大きな打球、ライトバックバックバックする、ライトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁到達、タイガース1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット、9対0、ジャイアンツなおも三塁二塁のピンチです。バッターボックスには2番松永、今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。まあキャッチャーとしてもここで相手に調子つかせたくないですからね。そうですね。痛烈、切りました、ファールボールです。今度も真ん中に来ました、楽にカウントを稼いでいきます。痛烈な打球、打った瞬間入った、ホームラン、スリーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。12対0、ここで一発を浴びてしまいました。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。バッターは3番バース、タイガースこの回7人目のバッターになります。さあ初球は何か、初球ボール、これが2球目、内に持ってきました、ボール先行です。打ちました、伸びていく、このフライはどうだ、落ちるか、これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。
今日もマルチヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。バッターボックスは4番掛布。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ヒットでランナーを二塁に置いています。インコース打ちました。いい当たり切れました。ファールボール、ボールになります。体に近いところ、打ちました。このフライは切れそうだ。切りました。ファールボールです。ツーボールツーストライクです。ドカーンと大きな当たりです。高突き刺さった。ツーランホームラン。これで7試合連続のホームラン。追い込んでからの変化球でしたが、前でしっかり捉えられた打球はスタンドまで届いてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。14対0。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。バッターボックスには5番石峰。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。少し球数が多くなってきたでしょうか。沢村、この回はちょっと球数が多くなっています。里崎さん、どうでしょうかね。ちょっと球数が多くなってきているのが気になりますね。そうですね。さあここからの投球に期待したい。ファウルです。落ちる球。さあ勝負してくるのか。打ち上げました。ここはフライになっています。変化球に泳がされてツーアウトとなっています。バッターのオマリー、ここのところ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。試合前に話したんですけど、本人も今はボールがよく見えてると言ってましたね。なるほど、そうですか。さあここは好調さを発揮でき、打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで10試合連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。15対0。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打席には7番バッター真由美。今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。そろそろ抑えておかないと手がつけられなくなりそうな気がしますね。そうですね。打ちました。高く上がった。頭上ぐんぐん入った。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打順は8番和田。前の打席はスプリットを打たれたんでね、ここは組み立てを変えてくるでしょうね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。打ちました。浅いフライ、ストレートに詰まって取りました。アウト。しかしこの回タイガースホームランで追加点を挙げています。さあバッターは亀井。あと1本で通算1000本安打達成。この打席で実現となるんでしょうか。さあ西さん、節目の数字まであと1本となりました。やっぱりね、バッターであればね、みんな目標にしてるわけですから、まあここで決めたいですよね。そうですね。さあ1000本安打を決められる。見逃し三振、3アウトチェンジ。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。これから4回タイガースの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。高木がマウンドに上がります。先発の西が打席に入ります。まあここはあまり使っていない球種を試してみるのもありですね。そうですね。初球打ち、ヒットになりました。
西、今日の初ヒットがここで出ました。ノーアウトランナー1塁です。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。うん、やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか。さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。打った、高い打球センターの頭上、ぐんぐん伸びて入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。バッターは2番松永、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、このゲームはスタメン全員にヒットが出ています。里崎さん、ちょっと打たれすぎですよね。そうですよね。まあ相手しっかり捉えた、これは大きい、伸びていく、左中間深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁到達、これで3連打、ノーアウトランナー二塁です。まずは見送ります。ワンボール。変化球を狙ってたんでしょうかね。そうですね。打った、大きな打球になった、これはどうか、追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。ジャイアンツなおもピンチです。バッターボックス掛布、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、外へのスライダー、ここは見極めています。次のボールは甘くなったら手を出してくるでしょうね。なるほど。さあ何を選択。痛烈な打球、スタンド一直入った、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。相手主砲の一振りでした。5番バッター石峰、打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスオマリー、先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、これも初球打ち、これは大きい、伸びていく、フェンスダイレクト、打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー2塁です。打順は7番真由美、先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、ヒットでランナーを2塁に置いています。ドカーンと大きな当たりです。高く上がった、入った、ホームラン、ツーランホームラン、これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。ジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の田口。さあマウンドに上がったのは田口、今シーズン2試合目の登板です。打ちました、これは浅いフライ、これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。バッターは西、先ほどの打席でヒットを放っています。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。セーフ、一塁牽制、一塁はセーフ、
初球大きく外れています。さあ2球目は何か。インコースに持っていきました。低めのボール入りました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ファウルになります。これが5球目。インコースボール、ここもファウルです。変化球空振り、ワンアウトです。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。セーフ、打ちました。高い打球レフトが追いかける、追いかけ入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ち上げた、この打球はフライになっています。初球から積極的に行きましたがツーアウトとなっています。打順は3番バース、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さない。打ちました、浅いフライ、ヒットになった。これで3打席連続のヒット、2アウトランナー1塁。この掛布、ここ5試合でホームランを量産する大活躍を見せていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいです。初球打ち、これはどうか、センターに抜けました。これで4打席連続のヒット、2アウトランナー2塁1塁。バッターボックスは5番石峰、先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、ヒットでランナーは二塁一塁となっています。2球目打ちました、ヒットになった、ホームに送球、これで3安打猛打賞、ツーアウト満塁です。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。バッターボックスには代打の八木。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあこれ以上点はやれないですからね、ピッチャーにはなんとか踏ん張ってもらいたいですね。そうですね、さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。初球は何で来るか、ファウルになります。打ちました、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてボールはそのままフェンスに直撃、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、ファーストランナーもホームイン、追加点が入りました。タイガース走者一掃のタイムリーツーベースです。ジャイアンツなおもピンチです。バッターボックスには7番真由美、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、今日はバッティング絶好調、2打席連続ホームランが続いています。里崎さん、本当に怖いバッターですよね。今日当たってますからね、組み立ては十分注意すべきでしょうね。ええ、さあどんなピッチングを見せてくれるか。インサイド落ちました、ファールグラウンドへのフライです。掴んで3アウト。しかしこの回タイガースホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。5回の表、里崎さん、大きく離されて一方的な展開となってしまいました。どのようにご覧になってますか。まあ自ら流れをつかみ損ねてる。打ちました、いい当たりだ、打った瞬間入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。次はピッチャーの打順ですが、先発の西がバッターボックスに入ります。今日は1本打たれてるんで、もう打たせるわけにはいきませんよね。そうですね、
打ちました。内野を抜けていきます。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打った、高く上がった、頭上ぐんぐん打球入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。なんと3打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。ジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手の萩谷。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。いい当たり、これは大きい、伸びていく、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで4連打、ノーアウトランナー二塁です。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。高め決まってストライク。アウトコースストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していく、ここは空振りで三振を取ります。まず一つアウトを取りました。バッターは4番掛布。今日はここまでホームラン2本を含む4安打を記録して打ちました。センターに強い打球、さあどうだ、センター深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン、打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは三塁まで進みました。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、ジャイアンツなおもピンチです。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。次が2球目、打った、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、入った、ホームラン、ツーランホームラン、これが今日2本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまった、ジャストミート、これは大きい、伸びていく、センター深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。初球打ち切れました、ファールボール。いいまっすぐですね。はい、アウトコース空振りストライク、引っ張った、岡本一塁送球、ツーアウトになりました。バッターボックスは8番和田、先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。打った、打った瞬間確信したか、突き刺さった、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。ピッチャーに打順が回って先発の西がバッターボックスです。まあ前の打席は打たれましたけど、ピッチャー相手にそうそう打たれるわけにはいきませんからね。そうですね。打ちました、ヒットになった、これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー1塁。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。さて西さんも1999年に対広島戦でサイクルヒットを達成された。打った、これもいったか、大きな打球になった、入りました、ホームラン、ツーランホームランが出ました。なんと4打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。
ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。ジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは中川。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球ストライク、大きく外れてボールです。三塁線、岡本掴んで一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガースホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球ストライク、2球目は何で来るか。低め外れました。ここはバッターが狙いを絞ってくるでしょうね。なるほど。さあキャッチャーどこに構える。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰っていきました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。今日はバッティング絶好調。この打席でツーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。あと残りがツーベースですからまだ狙っていけますよ。そうですか。さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。しっかり捉えた。これは大きい。伸びていく。ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで6打席連続のヒット。ノーアウトランナー二塁です。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。外へ持っていきましたが入りません。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。決まって見逃しの三振、ワンアウトです。バッターは八木。今日はここまでマルチ安打を記録しています。まあキャッチャーとしてもここで相手にインサイド落ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。7番バッター真由美。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。打った。レフトに強い打球、ぐんぐん打球が伸びている。伸びてスタンドには届きません。二塁へ送球する。バッターランナーは二塁まで進みました。これで9試合連続安打。ワンアウトランナー三塁二塁。まず大きく外れてボールになりました。インコーススライダー決まります。打ちました。センターへ打球伸びる。さあサードランナーはどうする。取りました。タッチアップ。サードランナースタートを切る。ホームに送球。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。犠牲フライを決めてきました。ジャイアンツなおもピンチです。さあバッターボックスには先発の西が入っています。調子自体悪くないんで引き続き投げさせるということですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。はい。バッターボックスには代打の中谷。まあ少しでもリードを大きくしたいですよね。
まず何を投げてくるか。切れていきます。ファウル。打った。左中間に強い打球。この当たりはどうか。フェンス直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました。センターに大きな打球。伸びていく。どうだどうだ。センターオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。ジャイアンツなおもピンチです。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました。いい当たりだ。レフト追う。センター追う。ぐんぐん打球入った。ホームラン。ツーランホームラン。これが今日3本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。ジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは大竹。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました。高く上がった。頭上ぐんぐん突き刺さった。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打席には4番バッター掛布。今日はここまでなんとホームラン2本を含む6安打の大活躍です。いやもうお手上げじゃないですかね。ここまでいいようにやられてしまっています。これが2球目。打ち上げました。ここは打ち上げています。2球目打っていきましたが取りました。アウト。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。打順は4番岡本。先ほどの打席でソロホームランを放っています。フォアボールのランナーが出ています。インサイド打ち上げました。打球はレフトへ。石峰掴んで3アウトです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球ボール。打ちました。これは大きい。伸びていく。どうだ。フェンス直撃。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで10試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。はい。ここでタイガースダイソーを送ります。亀山セカンドランナーに入ります。さあバッターは島本。そのまま打席に入ります。チャンスなんでね、代打を出して点を取りに行きたいですけどね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。はい。バッターボックスには代打の新庄。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあ相手は完全に突き放しにかかってますから、なんとか跳ね返したいところですよね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。まず変化球を見せてきました。決まった。高め。ここはあっという間に追い込んでいます。引っ張った。取った。一塁送球します。アウト。ワンアウト。バッターボックスは7番真由美。
先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。セカンドランナー動けずワンアウトとなりました。危ない球です。ボール先行です。打ちました。レフトへ打球伸びる。ここは打ち上げています。レフトが取りました。ツーアウトです。8番バッター和田、先ほどの打席で犠牲フライを放っています。ツーアウトになっています。緩い変化球、まずは見送ります。真ん中打ちました。わずかに左に切れました。ファールボール。3球目打ちました。ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。ジャイアンツなおもピンチです。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、ここはピシャーと抑えてやり返さないといけませんよね。2球目打ちました。ここはフライになっています。サードが落下点に入ります。岡本が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。バッターは6番大城。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。エラーでランナーが出ています。初球打ち、これはどうだ。中村一塁へ、アウト、ワンアウトです。バッターボックスには代打の楊大寛。ジャイアンツランナーを進めています。ファウルです。外へのストライク、すぐに追い込みました。このチャンスの場面、空振り三振です。あえなく三。バッターボックスには代打の石川。ツーアウトランナー二塁です。これはいけません。デッドボールです。バッターボックスには代打の重信。デッドボールのランナーが出て二塁一塁となっています。さて西さん、バッターの重信、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。そうですね、左は特に苦にしてませんね。右左関係ないタイプですね。ああそうですか。インコース、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。このチャンスは空振りの三振。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。タイガース大量リードしています。これから8回タイガースの攻撃です。そしてジャイアンツはピッチャーが変わります。背番号12、デラロサがマウンド上に上がっています。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。これはスタンドへ入りそうです。切りました。ファールボールです。外れてボール。打った。坂本抑えて、これで10試合連続安打。ノーアウトランナー一塁です。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。一塁はセーフ。初球は何から入ってくるか。インサイド決まっています。スピードボールを持っています。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。まあこの点差ですからね、ランナーよりもバッターですよね。なるほど。打った、右中間に大きな打球、伸びていく、どうだ。ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。ジャイアンツもうこれ以上展開。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。
甘いコースでしたが見送っています。外の低め見極めます。打ちました。痛烈な打球、ライトが追いかける、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日4本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは4番掛布。インサイド変化球決まっています。さあ2球目は何か、打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターはダイソーから起用されている亀山。前回のゲームでは猛打賞を記録しています。いやー、固め打ちでしたよね。ええー、さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。ファウルになります。まあ次のボールで勝負もありですよね。無理に1球外す必要はないですよね。なるほど。変化球で空振りを取ります。まず1つアウトを取りました。次はピッチャーの打順ですが、7回から登板の中村、そのままバッターボックスに入ります。大きくリードしてますし、もう少し投げさせたいということでしょうね。そうですね。初球空振りです。打ちました。ヒットになりました。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックス真由美、今日は3本のホームランを放っています。タイガースこの回7人目のバッターになります。初球打ち、この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これで9試合連続安打。ワンアウトランナー二塁一塁。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。引っ張った、大きな打球になった、レフト下がっていく、入った、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。なんと今日4本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ジャイアンツ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。中谷が打席に入っています。バッターボックスには代打の糸井。まあ、少しでもリードを大きくしたいですよね。打ち上げた、ここはフライになっています。ストレートに詰まってツーアウトとなっています。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。ここはバッターが甘い球を待ってますから、しっかりコントロールしないといけませんよね。はい、いい当たり、伸びていく、この打球はフライになっています。2球目打っていきましたが、最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました、高いバウンド、セカンドゴロ、取った、これで9試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。タッチアウト、盗塁失敗、ファウルになります。これもファウル、
いやー、甘いボールでヒヤッとしましたけど助かりましたね。はい、そうですね。さあ5球目は何か。低めは外れました。さあ決め球を思い切って投げ込みたいですね。なるほど。さあどう来るか。変化球空振り。ピッチャーの状態。バッターボックスには4番掛布。先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。打ちました。山本一塁アウトで3アウトチェンジです。この回タイガース結局3人で攻撃を終えています。バッターボックスパーラ。先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファウルになります。ノーボールワンストライクです。いいボールですね。はい、低めにストレートが決まっています。変化球空振り、ワンアウトです。打席には6番バッター大城。今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナー一塁です。空振り、ノーボールツーストライク。引っ張った。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてライト掴んでツーアウト。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。今度はしっかり捉えたいですよね。そうですね。ツーアウトになっています。変化球空振り、試合終了。残念ながらジャイアンツ敗れてしまいました。西さん、やはり今日は相手がエースだったということで打線は相当手こずりましたね。そうですね、今日はなかなかうまくいきませんでしたね。明日以降の修正に期待したいですね。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のジャイアンツですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。